今回山田哲人のトリプルスリー物語実況5回目は5月の2日阪神戦から始めていこう。現在の山田の成績はこんな感じ。ホームラン盗塁に関してはいいペースで量産できて、盗塁も成功率は8割5分以上あっていい感じなんだけど、打率に関してはヒットがちょっと量産できない。凡退がねする試合が多いので、まあ、そのせいもあってか3割切っての2割6分台ということになってるわけだからね。やっぱ3割常に乗せておかないとトリプルスリー達成するの厳しくなってくるんでね。なので5月はまあホームラン盗塁をこのペースで量産しつつ、そして打率を上げていかないと、ヒット量産していかないとね。まずはこの阪神戦からいきなり大活躍、いきなり本拠地での戦いになるわけですからね。山田も調子いいし大丈夫でしょう。そういや岩佐だって山田にデッドボールぶつけて故障さした人じゃなかったっけ、違かったっけ、あれ別の人だっけ。いやそうなはずだよね。山田さんビビらないでね、強気でいくの。デッドボールが何なんだ。過去のレジェンドたちはそのデッドボールを乗り越えていい成績を出してきてるからね。イチローとかね、イチローとかかなりひどかったらしいからね昔は。ただ山田も一郎並みの選手、いやもしくは一郎以上の選手になれる素質があるんだから、デッドボールで潰されるわけにはいかんのだよ。さあ来いよ、弾き返してくれるわ、どこでも来いや。わーど真ん中見逃す人間に明日はない、未来はない、ここで終わりだ。なんでだよ、もうひどいな、なんで見逃したし。これはどうだ、弾き返したがライトフライ。いやいやいや、あの真ん中打てなかった時点でこの打席の勝負はついてたね。山田の負け、山田の負け、終わりですよ。山田帰れ、そういうことですからね。ひどかったな今の、ほんともったいなかったわ。もうボーナス級だったもんね。なんかデッドボールの謝罪してるかのようなボーナス級だったもん。あの時はごめんねっていう、今の打っていいよみたいな感じでね、急に投げてくんじゃねえ。投げるなら事前に報告しろこっちにね。なら弾き返してくれるわ。いやーマジでインコース、あれまあその前の2球が取られてるからね。おまあストライクだわな、反応できねえよ。でもあんなとここれね、ここね、無理じゃね。どうだこれは、ヒットでぞお前、5月最初の試合から4の0とかやだぞ、本当に泣きたくなるわ。勘弁してくれ、打たせろ。うわーうわーチーム逆転かよお前。阪神がヤクルト打線並みにちょっと打ってるよ。あんな一挙逆転見たことねえや。いやまだそのチームの流れに乗れてないからね、チームを勝ててないんだよ。うーわーもう最悪な5月スタートになったね。さらに数字落としそうだわこのペースでいけば。ひどいな、もう一回回ってきておくれ、頼むよ、打っておくれ。あー打たない、チームは3対5逆転負けだ。もう完全にチームの勢いも落ちてるわけですからね。あもうリーグ1位から転落してるし、このまま下に落ちていくだけじゃないかな。阪神とのゲーム差も今並ばれたしね。もう次負ければ順位入れ替えだよ。3位に転落。3位に落ちたら4位のチームと入れ替え。4位に落ちたら5位のチームと入れ替え。そして、まあ、ドベになることはないかな。中日が下にいるからね。まあそれはないと言ってもいいけど、このまま落ち続けるのもやだぞ、お前。チームの勝ち負けはね、何度も言いますが、どうでもいいんですよ。そんなことよりね。結果的に勝ちゃいいけど、やっぱ山田が打たないとね、全然ダメなんだよ。5月最初の試合からいきなり無安打スタートだからね。嫌になる、どういう形であれ出塁はしたいわ。あのど真ん中失投を見逃したのが響いたんだろうね、さっきの試合は。あれでもあの試合はなんか打てる気がしなかったわ。カウントは2ボールノーストライクです。わこれも雨、激泡の球を振らずに難しい球を手出すっていう典型的な例のやつだ。これはファール、カットしていったよ。さあフルカウントどうだ。ピャーし、なんとか選んだ。これで今季4個目選べてないからね。全然今のフォアボールはかなり貴重だよ。ワンボールワンストライク、投げた、打った、これはいい当たりだ、入れば先制。おレッドゴー、バレンティンの豪快な一撃だね。153メートル、怪物や。あれ前世紀のバレンティン戻ってきたね。もう11本目だぜ。おいおいおい、またホームラン記録作るのか。いやこれはもう WBC 大活躍のバレンティンだね。みんなこのバレンティン2017年にいると予想したんだけどね。ただ残念ながらあの WBC のバレンティンは今いない。そんなに打ってるわけじゃないからね。いやでもこのペナントにはどうやらいるらしいね。山田が打たなくてもこれバレンティン以来優勝できるぞ。一塁へ一つ牽制球を送りました。いけるな、山田が打てばさらに優勝の可能性は高くなるけどね。おっ、あー追い込まれたらちょっとミート打ちに変えていこうかな。やっぱね今1本が欲しいんでね。5月最初の安打、出塁はフォアボールでしたが、
これもファールだ。ボール球っぽいな。だね、ボールだ。よし。さあ、これもフルカウント。どうだ、ちょっと強振でいこう。追い込まれ、フルカウントなんだね。おい、スカット、いいぞ。やっぱ甘いとこに来るんだよ、こういうシチュエーションは。はい、しかし、ここはフォアボール。珍しいこともあるもんだ。1試合2個目だぜ。月間で3つしか選べなかった男がね。1試合で2個だから。ある意味、ちょっと生まれ変わってるね。まあでも、盗塁するチャンスはないね。ランナーが常にいますから。さあ、今日は2打席連続フォアボール。ヒットが欲しいんだけどな。まあでも、フォアボールもいいんだよ。選んでいかないとね。出塁率も低かったし。前に飛ばせねえんだよ、今日は。どうだ、三遊間はダメだ。キャンベルの守備範囲でアウト。ゴッドバード、鳥谷はスタメンじゃねえのかい。鳥谷でいいだろ。今季の鳥谷めっちゃいい成績残してるぞ。パープルでも能力高いと思うんだけどね。なんでそっちを優先するんだろう。わけわからん。マジで追い込まれる前に早い段階で打たないとね。ただ早い段階で打ちに行くと次はまたフォアボール選べなくなるっていうね。どうしたらいいんだ。どっちも正解じゃないってことだよね。もう一回来ておくれ。来るでしょこれ。よっしゃ来たぞお前。この回大量得点。これぞヤクルト打線だね。ただ今日まだスタメンでヒットがないんだ。打率も2割5分切ったぞ。うーわ、もう最悪だ。全然ヒット出ねえ。2個のフォアボールも3の0じゃダメでしょ、山田さん。お前、5月でさらに打率落としそうだな。なんでこんなことになるんだろう。わからん。わけわかりません。何をしたらいいんだ。バット振ったらしょうもないゴロとフライにしかならねえんだけど、ヒットになるケースねえぞ、これよ。さあ、阪神3戦目ピッチャー、秋山か。もうどういうピッチャーであれ、どんな、もう、ボテボテの当たりでいいからさ、もうとにかく5月最初のヒット1本ちょうだい。こういうのっていうのは1本出るのがすんげー時間かかるので、その期間にね、落としがちですから、数字をね、事実落としてるし。頼む。どういう形であれ、もうポテンヒットでいい。もう効かない。神様が1本くれたらいいんだけど。打ち上げた。もう、なんなんだ、本当にこれ。こんなんばっか。ねえ、全部打ち上げてるやつ。何なのマジでこれは。ちょっとミート打ちでいくわ。ほんと1本打たないと。ホームランどの方の今置いとけ。まあ、月間7本打ったからね。別に慌てなくてもいい。トリプルスリー達成するためにはそんなね、4月のペースで打つ必要もないし、ね。ひどいわこれ。完全にダメだわ。あかん。終わりが始まった。もうすぐ始まった。いつもレジェンド物語こういう時始まるんだよな。ひどいな、マジで1本打たしてくれよ、お前。2割4分も切るぞ。そうだ、もうファールになるっていうね、これが。落ちろ、落ちろ、落ちろ、頼む。よーし、5月初ヒットだ。完全に詰まってるけどね。ようやく1本出たわ。ようやくだぜ。らしいヒットとは言えねえけどよ、もうどういう形であれよかったからね。さあ、盗塁も決めたい場面だが、警戒はしてくるか。まあ、牽制とかも来ると思うしね。外してきたね、こういうことね。まあでも、球速そんな出てないんで。なんでなんで、一体なんで、一体、戻れ、お前、バカか。完全に盗塁失敗じゃねえか、今の。あぶねえ。バレンティンのホームランだ。する必要性がないっていうね。はい、またホームラン。どんだけ山田塁に出てる時に打つんだよ。いや、パープロこれあるあるだからね。プレイヤーがね、ランナー操作してる時に関して CP のそのホームラン率がものすごく高いっていうね。これはあるあるですよ。めちゃくちゃ打つんだよ。なんか知らんけどね。チーム勝ちたい時は何が何でも出塁すればいいんだ。ほんで走塁もプレイしたらね、後のバッターがホームラン打ってくれるから。さあ、ピッチャー柳瀬、スタミナが切れかけてるな。これちょっとチャンスだな。強振で一発狙いに行ってみるか。甘い球が来ればの話だけどね。カウントは2ボールノーストライクです。投球はこれから3球目。いやー、甘かったけど、まあもっと甘い球来るでしょう。投げました。どうだ、よし、抜けてったね。フォー、レッツゴー。今日2安打。言ったでしょ、1本打つためには時間はかかるが、1本打ちゃこっちのもんだって。さあ、盗塁決めたいが、いやもうね、点差的にも全然決めていい場面ですから。ゴー、どうだ、打ってきたー。ゴー、どうだ、これは、あ、よーし、余裕のセーフだね。いただきました。7個目の盗塁だね。成功率もまたさらに上げたよ。まだここまで失敗は1回のみだからね。おー、イエース、また得点に絡んだぜ。
余裕のホームインだ。はい、チームは4対1で無事勝利。まあチームも勝ち、山田にね、ヒット2本出て盗塁も1つ決めれたこと大きかったよ、これは。ようやく5月最初の笑顔デーだね。スマイルデーだ。笑顔、笑顔、笑顔。あっちもこっちも笑顔。みんなが笑顔。やっぱ山田が打たなきゃ盛り上がらない球界はね。うん、地味なバッターが地味なヒット打ってもしゃあないんですよ。山田が打ちゃ球界は盛り上がるんだ。そういうこと。さあ、横浜3連戦プレイしていきましょう。5月最初のホームランも、この勢いでぜひとも打ちたいけどね。止まることはねえんだ。止まっちゃダメなんだ。打率もまたこれ2割5分乗ったけど打たなきゃまた落ちるからね。やっぱそういうラインに立ってるのはダメだ。この打数が少ない時に打率を荒稼ぎしていかないとね、後が苦労することになるんだよ。山田、さっき言った2割5分乗ってますね。2割5分4厘。さあ横浜3連戦活躍ができるか。慎重に攻めてきます。ストライク。おお、ここストライク。投げました。見送ってストライク。おお、ここもストライク。投球これから4球目。見送ってボール。カウントは2ボール2ストライク。投げました。この視点だとやっぱ慣れないからね、どこからどこがストライクっていうのが分かんないんだ。よっしゃ。ただこれ盗塁は無理だね。ノーチャンス、ノーチャンス。まあ、成功率をね、重視して今30盗塁目指してますから。まあもうこれ高速クイックの久保には無理でしょう。無駄に成功率を落とすだけだからね。盗塁っていうのは絶対できる時にした方がいいんだよ、極力ね。まあああいうピッチャーからも1回くらいは決めてみたいけどさ。いいんだいいんだ、それは。誰から決めても盗塁は1つ、数字が1つ上がるだけだからね。そういうこと。無茶な盗塁はしねえ。投げました。見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。投げた。インハイ。ボール。絶対バレンティンだからね、次。する意味もないんだよな。ホームラン打ってくれるから。それこそ無駄な盗塁になる。あー、セカンドゴロだ。アウト。これでワンアウト。今日は1個のフォアボールにセカンドゴロか。チームも負けてるしな。3打席目来たぞ。追う展開で迎える5回です。2アウトランナー1塁という場面で山田、今日はフォアボールとセカンドゴロ。ワードだ。1、2塁間は抜けない。抜けて欲しかったな今のね。またゴロ量産体制に入ったか。こういう時は悪いんだ。あららら、チームフルボッコじゃないですか。もうこのあれは止められないね、負の流れはね。完全終わってるわ。1塁という場面で山田、初球ストライクから第2球。ストレートはボール。インコース低め。カウント1ボール1ストライク。投げた。変化球ストライク。あー、厳しいなー、マジで。さあ4球目。危ない球。投球これから5球目。うわー、どうだ。あー、ゲッツー。ちょっと待って。あー、よかった。送球はそれた、送球はそれた。そのままセカンドゴーだ。エラー出塁だけどね。わざと、ちょっと二塁に、一塁に残っとくんだったね。それだと盗塁決めたらあれだったんだけど。まあまあまあ、今のは二塁に行けたからね。そういうことはしないんで。さすがにね。盗塁したいからわざと止まるっていうのはね。それはもう野球選手としてどうなのっていうね。いろいろと批判も来るだろうしね。やめときましょう。やるべきことをやった結果、トリプルスリー達成。うん、それが目標ですから。数字だけじゃダメなんだ。内容も求められるからね、これは。あー、ただチームは8対2圧倒的に敗北し、山田もフォアボールのみっていうね、ヒット出なかったし、ちょっと残念な1日だな。2安打の流れからの最悪でも1本は打ちたかったんだが、まあフォアボール選べるようになってきてるのはいいけどね、それだけじゃダメだから。フォアボールとヒット両立していかないとね。あー、フォアボール選ぶことに必死すぎて次ヒット打てなくなったら、もうそれこそ本末転倒ですもんね。その逆もしかりだけどね。さあ今日はちょっとフォアボールにヒットやってみようか。山田、投げた。ストライク。いきなり150キロ。第2球。なあ、もうそんなサークルチェンジはなしだよお前。えぐいわ。うーわー、もう3球三振。なんじゃこれお前、簡単にいかれすぎだろ。いくらなんでもよ、お前前年トリプルスリーの男やで。そんな簡単に来るか。1球ぐらいちょっと外してくるのあるのかなと思ったら、そうじゃねえ。全力で抑えに来とる。第3球は危ない球。ぶねえ。やられたらやり返さないとな。トリプルスリーが3球で終わってたまるか。そこまで3じゃなくていいんだよ。第5球投げた。空振り。第6球をランナー一斉にした。どうだ。1塁アウト。くっそ、もう結果が出せねえ。相手ピッチャーにいいように抑えられてるよ。どこがトリプルスリーだ。聞いて呆れるわ。うわうわうわ、チームはまた一挙逆転だ。ちょっともうちょっとなんかさ、打っていかないとシャレにならんぜよお前。
打率また2割6分下回ってほしい。詰まった打球は落ちるかな。よし、都合の前に落ちてくれたね。よしよしよし、このシリーズ初安打ね。でここであの鈴木さんみたいに牽制しするわけにはいかないからね。あの人やらかしたからね。あれのせいで一気に寝たキャラとかしたからな、鈴木貴博は。山田も同じ過ちを繰り返す内容だね。今盗塁したいけど我慢。そしてバレンティンがまた打つもうバレンティンと山田つながってるでしょうね。絶対そうだわ。としか考えられねえぞこれ。また打ちやがったよ、山田が打席の時にね。あー、ランナーの時にね。マジか。チーム勝つためには山田が出塁しないとね。バレンティンが自動的にホームラン打ってくれるから。まるでロボットのようにね。なんとかチーム勝つために出塁しよう。そしてバレンティンに任せるんだ。うわ、もう一球で終わんねえよ、もったいね。なんだこのクソみたいな問題だからヒット一本でも素直に喜べないのね。こんな一球で終わるから。もう一回来たぜ、お前。ホームランが出れば同点の場面か。ピッチャーパット。さあ、全ヤクルトファンが山田に期待してるでしょう。その期待に応えれるか。行くぜ。投げました。もうカウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げました。あー、チェンジアップだ。どうだ、また正面。そこにしか飛ばない。ゲームセット。ダメだわ、あそこにしか飛ばねえもん。凡退あそこばっか、セカンドゴロばっか。何この時間、楽しくない、非常につまらない時間。何なんだこれ、退屈だわ。なんであそこにしか飛ばねえんだよ、凡退するにしてもよ。あ、この実況最後の試合にしていきたいと思います。横浜は3連戦の3戦目、最後に5月最初のホームラン打てるか。5月の月間打率何割よこれ。1割だろ多分ね。ヒット何本しか打ってないの今。4本3本、それ3本だな多分。全然打ててねえんだ。頼むよ、虹を見せてこ。2割5分下回ってこの実況終わるつもりはねえぞ。最悪2割5分は乗していかないとね。あー、もう打ち上げて、もうこれだ、これかセカンドゴロしかやってないもんね。打ち上げてかセカンドゴロか。たまには別のとこ打てよ。同じ凡退ばっかで飽きたわこいつ。何の魅力も感じねえ。それでヒットだったら最高だけどね。大展開で迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で山田、初球から打ってった。なんでこうも結果が出ないんだ、これだけの選手を使って。出塁もできないから盗塁も決めれないというね。クソ腹立つわ。カウントは1ボール1ストライクです。よし出た。石川さん、嘘でしょ。もうどんだけ山田の打球を処理したいんだよお前。山田信者が熱狂的な、いやもうアンチだろここまで行ったらよお前。信者とアンチは紙一重だ。信者なら取らねえだろ。嘘だろ、もう止めたいんだね。セリーグナンバーワンのセカンドは俺だと言わんばかりに山田の打球を処理しやがる。腹立つなぁ、もう完全ヒットですやん。やら、これも一球打って、ライトフライ3-0。もう完全ヒットの打球取られたことによって、やる気というやる気が全部なくなってるね。ただランナー満塁の場面で回ってきた。ならば打たないとね。調子がいいとは言えない山田。ここでさらに自分の数字を上げるような、そんなホームラン出るか。打てばお前逆転のツーランでもあるからね。第3球を、あ、満塁だ。満塁ホームランでもあるからさ。次が4球目、投げました。はい、手が出ない。分かってた分かってた。なんかもうなんか手が出ないなって分かってた。あ、ミノさんするなってなんか分かってた。結果、うん、現実になったわそれが。ちゃんちゃん、最後まで打てずだ。はい、6-2。どうやら4月以上に5月苦労することになりそうですね。あ、ほんで4月はまだホームランと盗塁決めれたからよかったけど、5月は1個の盗塁、ホームランはまだ0ですからね。え、さらに苦労しそうです。うん、途中で投げ出すかもしれない、嫌になってくるかもしれない。でも頑張るしかないからね。はーん、これ打率2割5分下回ってのこの実況終了ということになりましたね。次回の実況は5月の9日から始めていきたいと思いますが、今後の希望はないですね。
はい、山田の成績見ていきましょう。打率は一気に落として2割3分8厘まで落としましたね。今季の山田と何ら変わりがないというね。ホームランは出るが打率は稼げない。まんま2017年の山田ね。それ今再現中です。再現する意味あんのかな。で、130打数の31安打でホームラン7本。5月はまだ1本も出てないです。打点19で打点も稼げてないです。うん。ほんで、その他盗塁などを見ていくと、7個、ただ併殺6個。そうだね。まあ、今回、併殺逃れありましたからね。相手のエラーによってね。あれあったらまたこれ7個でしたから。盗塁の後を追ってゲッツーを今打ってる感じですからね。7個目もいずれ出るでしょうね。で、成功率も8割7分5と成功、ね、盗塁成功率も高いので、盗塁とホームランに関しては今のところいいんだよ。ホームランまだ5月は出てないけどもね。ただ OPS で見ると7割0分1厘と去年の山田さんどこに行ったのとみんなに突っ込まれてるでしょうね。あの山田さんもういないんだよ。いないなりに頑張るしかないからね。数字を大きくしてしまったこのね、落としてしまった実況5回目になりましたけども、もう5月ね、頑張ってやっていくしかないですから、ここから月間 MVP を取れるような活躍次回していきたいと思いますので、お楽しみに。こんな山田はもうなしだ。ぐぐぐぐ、バイマターを。